今日はひび割れビー玉を作ってみようと思います。このビー玉を熱して急激に冷やすことでビー玉がひび割れてきれいになるということです。準備します。はい、フライパンに入れてみました。これで強火で10分ぐらいだそうです。それでは強火でやっていきます。はい、強火で今 IH でできるかどうかちょっとわかんないんですが、やってみてます。直焼きなので煙が出てます。怖いです。では一回切ります。はい、残り1分です。はい、あまり変化は見られませんがどうなるでしょう。ショコラがゆらゆらいてます。ショコラが泣きすぎる。怖かったですが、とても綺麗です。かなり熱くなってます。フライパン。あ、10分経ちました。それでは、氷水に入れたいと思います。どうなるでしょう。あ、どうだ。あんまり割れてないですね。もうちょっと割ってみます。失敗しました。この人できるかな？
して3分待ってます。失敗するかな。どうなるでしょう。成功してくれたらいいけど、エネルギーできないのかな。次はどうでしょう。青を作りたいと思います。お、あ、ちょっと割れました。見えにくいかな。少し割れました。このものもちょっとしてみます。割れないかな。でもちょっと割れてるかな。全部いっぺんに行ってみます。どうでしょう。今回はあんまり割れてませんね。これはちょっといい感じに割れてます。今日はちょっと失敗しましたが、またチャレンジしてみます。それではバイバーイ。